こんにちは、セブヒロコです。今日は新しいミュージックワークステーションのチュラスをちょっと試奏してみたいと思います。この最初のマンドロイドトレモロパッド JS、 これなんかやっぱり私劇伴作ってるんですけど、意外とこのマンダリンっぽいやつ、マンドリン、マンドリンっぽいのってマンダリンとか言って意外とこのマンドリンっぽいのって必要だったりするんですけど、なんかそれとこのなんかすごいシネマラバーが好きそうなパッドが合わさってるっていうのがすごい、初めて触った時ちょっとグッときちゃって思わず弾いてしまいましたね。それからこのポリシックスガムロン、これめちゃくちゃかっこいい。これなんかエレクトロとかなんかそういうのをやってる人にもいいんじゃないかと思うんですよね。もちろん劇伴でもすごい使えそう、雰囲気あるし。なんか今回いろいろこのワールドとか見てたんですけど、すごい雰囲気があって物語がある音色みたいなのが多いから、それがなんかすごい、やっぱあの前のも使わせてもらったことあるんですけど、そこがやっぱすごくかっこいい。で、このセルティックハープ、これなんか私あのセルティック音楽すごい好きで、昔すごい弾いてたから、だからなんか思わずやあのちょっと弾いてしまいましたけど、なんかこういうなんかちょっとした同じハープでも差があったりとか、そういうなんか音の種類の豊富さみたいなのがすごいこう創作意欲をかきたてられて、めちゃくちゃいいなっていう。なんかワークステーションっていう名前が本当にぴったり合う新作だと思いますね。だからなんかいろいろ試したい音他にもめちゃくちゃあるんですけど、めちゃいい、楽しいです。